お待たせしました。ファチバナです。あれ ?6 時起床。時を戻そう。朝5時起きはさすがに早すぎるけど、1日が充実する。どうもありがとう。ということで。はい、今日も最高の一日でした。KP、一気一気の起き、はいはいはい。今日も朝からアルコールお待ちかね 100%。ペコパ結構好きなんですよね。やっぱ今までにない漫才というか、新しいですよね。モノマネしてほしい芸人さん、まあ YouTuber さんでもいいんですけど募集してます。まあ私も YouTuber さんはもう結構見るので、 YouTuber モノマネ、エミリー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 チャンネル、さあ始まるよ。いつも見てます。あれ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 、ゆかり飲んでなくない、ウォウォ。はい、ということで目指せ M ステ出演ボイトレのコーナー。あー、本日も皆様からリクエストいただいた曲一つを抜粋し、私が歌わせていただくんですけども、いやー皆様多数のリクエストありがとうございます。まだまだじゃんじゃんリクエスト募集しておりますので、コメント欄の方にねよろしくお願いします。ということでね、本日は昭和の名曲一曲歌っていきたいと思います。今回選ばさせていただきました曲なんですけども、これ私が小学生の時に狂ったように聞いてました。この曲ね、すごい盛り上がる曲なんですけども、まあ朝の5時ということで、まあ、やっぱり家族や近隣の方への迷惑も考えて、ボリュームね申し訳ないんですけど下げ目で行かせていただきます。その辺はご了承ください。ということで聞いてください、ザ・ブルーハーツで情熱のバラ。ローズ・オブ・パッション咲かせろ、永遠なのか本当か、時の流れは続くのか、答えはきっと奥の方、心のずっと奥の方、涙はそこからやってくる、心のずっと奥の方、情熱の真っ赤なバラを腕に咲かせよう、花瓶に水をあげましょう、心のずっと奥の方。本当に好きなんですよブルーハーツ。はい、ということで洋楽のお時間なんですけども、ぜひねおすすめの洋楽あったら教えてください。私それ聞いてみますので、かもないフォロマリー。はい、ということで読書のお時間なんですけども、今日はですね、金婚西野さんの革命のファンファーレという本を読んでみようと思います。金婚西野さんの本を読むのは初めてですね。はい、ということで今回印象に残った言葉がこちら。ここからは好きなことを仕事化するしか道が残されていないということなので、私はこれから好きなことを仕事にして生きていこうと思いました。曇ってんね。私のセロジュニアが見たいのかい。ブルーテレッテッテッテレー、はっはっ、みかん、ゆずちち、レッツゴー。朝食作りやーす。オートミール、スプーンで3杯ですよ。ヤッホー、みんな息してる、テンチブでーす。え、こが。お待たせしました。豆乳を投入と。しっかりと混ぜてくださいね。回り回ってさ、今、キャサナリアった未来サバイバー。明治のチョコレートでーす。バナナバナナー。バナナ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 、この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。はい、初手ベーコンエッグですね。そしてオートミールと見せかけてシャウエッセンですね。日本ハムさんいつもお世話になってます。ダルビッシュさん YouTube チャンネル少し拝見させていただきました。なんか結構多くの方に私の動画をインスタのストーリーでシェアしていただいてとても嬉しいです。ぜひね、そういった方はね、タグ付けの方よろしくお願いします。私の方に通知が来ないので、せっかくシェアしていただいてるのに返信ができないのでね、ぜひ私も感謝の意味を込めて返信したいのでね。別に宣伝しろって言ってるわけじゃないですよ。あくまで感謝の意味を込めてですからね。いやー、なんか思ったよりいっぱい DM いただいちゃって、まあ、もちろん全部は返しきれないのでね、その辺はご了承ください。まあ、それでもいいっていう方はね、ぜひインスタ、ツイッター、DM どしどし募集してます。ちょっと YouTube のコメントの方もたくさんいただいちゃって、 YouTube のコメントが一番多くて全部に目は通しているのでね、安心してください。まあね、極力返信するようには心がけているんですけども、あまりにも量が多すぎるので
1ヶ月前とは比べ物にならないくらいちょっと量が増えすぎちゃって、いやー、このチャンネルがまさか1ヶ月でここまでの成長を遂げるとは。努力が実を結んで嬉しいです。これからも頑張りたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ごちそうさまでした。はい、ということで、もうお気づきの方もいると思うんですけども、あれ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 、いつもとファッション違くない、ウォウォウと思ったそこのあた、正解です。私本日ですね、ちょっと午前中用事があって出かけなければならないので、ね、午前中のルーティーン取れないんですけども、まあ、午前中のやるべきことはね、午後のルーティーンとちょっとね掛け合わせてやっていきたいなって思います。ということで、上ユニクロ、下アディパン、そして靴下やと、ということでね、これから出かけていきたいと思います。あー、レッツゴー。はい、それでは出発したいと思います。 AT フィールド全開。はい、ということで、ただいまのお時刻11時ですね。ということで、意外とね早く用が済んだので、今からねトイレ掃除からスタートしたいと思います。はい、ということで、大好評アニソントイレ掃除コーナー、あー、本日も皆様からリクエストいただいた曲の中から一つを抜粋し、私が歌っていくんですけども、いや、今回いただきましたリクエストの曲はですね、私この曲好きなんですよ。どこの部分が一番好きかっていうと、一番ラップの部分が好きなんですけども、ね、このアニメの中ではね、やっぱ原点にして頂点、いやー、いい曲ですよね。ということで、ご当選おめでとうございます。アニメブリーチよりアスタリスク、見上げた夜空の星たちの光、落ちた鐘の音響く心の中へ、広く深く物語のような星の雫、その中に遅い線路刻んとともに時代は動く、流れる星は静かに動く、目を閉じて耳を澄ませば G.O.O.D.Y. 今時を超え誰かに届くまで、栄光の光はこの向こうに君たちを作ってくストーリー、見上げた夜空の星たちの光、一瞬の思い願いが時代を超え色褪せろ、ことなく光り続けよ、あの星のように。神曲ですよね。はい、ということで、ガチャタイムのコーナーなんですけども、まず金です。 OK、 お疲れ様でした。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。ということでですね、チャーシュー麺作ってみました。これね、斜めにするとスープこぼれちゃうんですよね。これマジで過去一でサムネむずいな。これぐらいの角度でいかがでしょうか。こんな感じでいかがでしょうか。速もう伸びちゃうんで、いただいていきますね。いや、でもちょっと勝てるか不安なんだよな。これ後楽園廃業まで持ってけますね。いや、勝ちました。なんか後楽園さんのことを廃業まで追い込んでほしいって人があまりにも多くて、みんなラーメンに親でも殺されたんですか。みんな後楽園さんに何の恨みがあるんですか。私はね、後楽園さんのこと好きですよ。超有名ラーメンチェーン店ということで、いつもお世話になってますですよね。後楽園さんのラーメンは味がさっぱりしてて美味しくて、ぜひね今度コラボの方お願いします。もう私人生で2回しか後楽園行ったことないんですけどね。そもそもファミリー向けのラーメン屋には行かないんですよね。結構ラーメンに関してはうるさくて、ラーメン100名店とかそういう部類の、そういう系のラーメン屋にしか行かないですね。に後楽園さんのことを悪く言ってるんじゃないですよ。私の好みの問題ですからね。ですよね、後楽園さんはザ・ファミリー向けのラーメン屋ということで、まあ家族で行ったこと一回もないんですけどね。将来的に私が後楽園の経営者になるという可能性も考えられますよね。大好きですよ、後楽園さん。後楽園さん、今後ともよろしくお願いします。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまのお時刻1時なんですけども、今日午前中筋トレできていなかったので、ただいまから筋トレのお時間です。そう、ということで、いくぞ。はい、皆さんお疲れ様です。蒸し暑くて、パルテのプレーン勝とうと。多分そろそろ森永さんからの企業案件来ると思うんですよね。でもやっぱ肌が綺麗になったっていうのは、タンパク質摂取の可能性もありますよね。この規則正しい生活を続けてから一番肌が綺麗になりましたね。やっぱり
まあ運動してるっていうのもあるかもしんないんですけども、まああとは睡眠時間、あとやっぱタンパク質中心の食生活、これも関係してるんじゃないかなって思いました。やっぱ規則正しい生活習慣って大事なんですね。はい、ということでただいまのお時刻2時15分ですね。ということで私は本日もオンライン学習の方をやらせていただきますので、対戦よろしくお願いします。はい、ということでただいまのお時刻3時なんですけども、3時の完食のお時間ですね。本日はこちら文明堂さんの銀座プリンですね。しっかりとカラメルソースを絡めていきますよ。いただきます。濃厚ですね。とこの後のスケジュールに向けてしっかりと完食でエネルギーを補充していきます。文明堂さんコラボお待ちしてます。自分でプリン作って文明堂さんを廃業まで追い込むってのもありですね。可能性は無限大ですね。無限大な夢の後の何もない世の中じゃ。カラちゃん今日も散歩行きますよ。カラちゃん今日落ち着いてスタートしようね。絶対早く行っちゃダメだよ。コロちゃん。はいはい。はい、ということで今日のダンスのお時間なんですけども、まあね、昨日やってみて分かったのは、ね、1時間は持たないんで、体力的に今日から30分だけ練習します。で最後に動画に残すと。で今回リクエストいただいた曲なんですけども、まあこれに関してはもう超有名曲なので、まあ軽くひねりつぶしてやろうかなって思いました。じゃあレッスン入ります。はい、ということで今レッスン終わったんですけど、ちょっと今日の成果どうぞ。 USFM 聞いてたなぎさなぎ、 USFM が衝撃だった、数十年でもレーションシフだいぶ変化したようだ、だけれど僕らは地球人、同じ船の旅人さ。 Come on baby America、 Come on baby America。 大したことないっすね。はい、ということで今日の感想なんですけども、昨日ダンスやってみて分かったんですけど、バカみたいによく眠れるんですよね。プロの踊り手としてダパンプいっさ、余裕でした。明日右足筋肉痛になってると思います。はい、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。